なんか世の中には、一見確かにそうだな、と思わせてくれるが、いや、ちょっと待ってよ。よく考えたらそうとは言い切れないよね、ってことって、たくさんあると思っていて、その中の一つ、えー、技術よりも、あり方が大切だ。いや、これ、間違ってるとは言いづらいじゃないですか。技術よりあり方が大事だ、って言った人に対して、いや、あり方より技術でしょって、ちょっと と言いづらいじゃないですか。だから言わないかもしれないけれども、え、そうだっけって僕思うんですよ。いや、あり方が大事じゃないって言いたいんじゃないですよ。よく聞いてくださいね。あり方が大事じゃないって言いたいんじゃなくて、技術軽く見ちゃダメじゃないっていうのを言いたいだけなんですよ。あり方と技術両方大事なんだけれども、なんかやっぱりあり方さえあれば技術なくてもいいよねまで言っちゃったらそれはちょっと違うよねって。 僕思ってるんですよいやもっと言うと確かにあり方って大事なんだけど凡人はまず技術じゃないとも僕言えると思っていてもうすでに技術がバッキバキとかねもともと持って生まれた才能をガンガン使ってるそういう人が。 やっぱりあり方ですねっていうのはすごい納得感があるんだけれどもなんか技術を身につけていない学んでいない人が使うあり方大切だよねはただ逃げてるだけじゃないって思うんですよで僕はあの独立してね13年目になるんですけどまあどうにかこうにか今まで自分が立てた目標は、えー、全部達成してるんですね で、なんで達成できてるかって別に持って生まれた才能が半端なかったわけじゃなくて、僕ね、目標管理の技術持ってるんですよ。まあ、それはもうマクドナルドに感謝してます。マクドナルドっていうのは目標の設定ができないと評価ゼロですからね。そうなんですよ。どんなに成果を出しても、目標を立ててないものに関しては、一切評価しないっていう会社なので、ちゃんと先に言わなきゃいけないんですよ。これこれをこ、れこれだけの期間で、このレベルで達成しますって。 だから、有限実行。有限達成。なんなら、書類に書いたことをちゃんと数字で達成。以外認めてくれない会社。そこで25年もむちゃくちゃ鍛えてもらった。技術を。だから目標達成ができるんだと思います。ものすごく才能に溢れてるから目標達成できるんじゃなくて、そもそも目標達成の技術が僕を支えてくれてるんですよ。これ実はね、スピーチも同じなんですよ。 どうもこの鴨頭よし人は周りの人から持って生まれた才能で喋ってると思われがちなんですけど僕もともと子供の時はいじめられっ子である期間3年間ぐらいは失声症といって声が出ない病気患ったぐらいまあコミュニケーションとか喋ることに対してコンプレックスがものすごかった幼少期を過ごしています中学高校も暗かったじゃあ今なぜ講演化をできているか技術なんですよ技術を使って自分を支えているんですよ だから東京国際フォーラムだったりとか、あのパシーコ横浜のようなもう3000人とか5000人集まってる前でも喋れるんですよ。もともと予定ながっても急に喋れって言われたら喋れちゃうんですよ。なぜなら技術があるからです。 で、この前も、えっと、目標達成プログラムっていうプログラムがね、うちの会社でリリースされていて、第0期のメンバーさんが3ヶ月間目標達成に、えっと、取り組んでね。で、特に、えっと、素晴らしい動きをしてくれた人が選ばれて、10人のプレゼンテーションを僕オンラインで聞いたんですよ。いやね、やっぱりね、ズバ抜けて伝えるのが上手い人っていうのがやっぱり、えー、いらっしゃって、えー、その、ズバ抜けて伝えるのが上手かった人の共通点。 学んでる人なんですよ。話し方の学校とかコミュニケーションの学校で。そしてそこで学んだ技術使ってるんですよ。ちゃんとスピーチの型とかセオリー使ってるんですよ。誰に向けてどんな話を、どの方で、どの時間内で話すかっていうことを徹底的にやったメンバーだけね、ズバ抜けて伝える力があるんですよ。で、もちろん他の方も目標達成に向けてのあり方、素晴らしかったです。でもね、 やっぱり技術で差がついちゃうんだなってことを思い知らされました。で、僕自身がやっぱりスピーチの技術っていうのを今までにまあ培ったスピーチの技術だけを本当に数を数えると150個ぐらいは使っていると思います、現段階で。なので、すべてをね、いっぺんに教えることはできないんですけれども、今日はね、一個だけ、一番遠い人を取りこぼさない話し方についてちょっとだけ事例を交えてお話ししようと思います。 具体的な事例があった方が分かりやすいと思うので、えー、設定としてですね、鴨頭義人の講演会を、えー、じゃあ仙台にしよう。仙台ね。仙台で主催した主催者さんが、講演会が終わって、まあ、感動の渦に巻き込まれたお客様の前、まあ、500人にしましょうか、えー。500人の前で主催者として最後の締めの挨拶をするスピーチ。 だとしましょう。まあ、これは仮の設定ですけどね。そういうシーンってあるじゃないですか。その方のスピーチがこうだったらっていうのでちょっとやってみようと思います。例えば、えっ、ー、と、こんな風にお話しする人いるんですよ。えー、私は6年前に仙台でカモさんとの講演会を一度やっています。カモさんとの出会いは大島啓介さんというコラボ講演会でした。話を聞いて、 すぐにこの人を地元仙台に呼ぼうと思って、たくさんの人の力を借りました。前回の6年前の講演会で参加してくださった方が、今回、今日も参加してくれています。えー、あ、浅田さん、えー、今回もありがとうございます。西川さんも本当にありがとうございます。堀口さんは、えー、今回は社員さんと一緒に参加していただきました。もう本当に堀口さん、社員さんもありがとうございます。えー、小島さんは、 前回はね、さ、スタッフとして参加していただいて、えー、今回は客席の方で聞いてくださっています。えー、そもそも、えー、私はこの6年前にカモさんに出会って、っていうスピーチをすると、どうなるかっていうと、自分の個人的な歴史を語って6年前に参加した人を承認していってしまったことによって、結果、 初参加の人が疎外感を感じて損をするんです。誰が本人も。なんですよ。そもそも講演会っていうのは初参加の人が8割から9割なので、初参加の人を巻き込むようなスピーチをしなきゃいけないんですよ。ただですね、これ、たった一人の体験を喋ってるじゃないですか。自分の個人的な、自分とカモさんとの出会いとか、自分とその参加してくださった人の関わりを喋ってるじゃないですか。それがいけないと思って、じゃあ、 全員に刺さるように、伝わるように、抽象的な話をするとどうなるかっていうと、誰からも否定されない代わりに、誰一人刺さらないんですよ。例えば、抽象的な挨拶の例で言えば、え今日の講演会、本当に素晴らしかったですね。鴨さん、本当にありがとうございます。そして、仙台講演会に来てくださった皆様、本当にありがとうございます。こういう、地元仙台が元気になる講演会、 本当に価値がありますよねえ。僕はこれからも地元仙台の皆さんと一緒にこのようなイベントを今後も開催したいと思っておりますので今後ともよろしくお願いいたします。これね、否定されないんですよ。でも誰にも刺さらないんですよ。印象に残らないんですよ。これ日本によくあるスピーチの代表例ですね。無難。 で、無難なスピーチっていうのはもちろん批判されないので、どうしても自分を守りたいときには使ってもいいんですけれども、その代わり、誰にもあなたは記憶に残りません。今後誰かのご縁が発生することもないと思います。そう。深く刺す必要があるんですよ。目的を持つと。じゃあ、深く刺さるスピーチってどうすればいいのか。技術があります。え、これは、たった一人の体験を話すが、 全員に関係のある話に変換するパッケージ力。法則化するであるとか、他の場面で例えるであるとか、格言やキャッチなフレーズにすることによって、たった一人の体験が全員に持ち帰られるプレゼントに転換することができる技術。これがパッケージ力という技術です。 例えば、まあ、今回のね、仙台の講演会の主催者さんの挨拶をパッケージ力をあえて使ったスピーチの仕方、ちょっと一つの例としてやってみようと思いますえ。今日は本当にありがとうございます。僕はこう思ってます。コミュニケーションは誰も傷つけない武器だ。6年前にコミュニケーションが生まれて今日があります。僕はカモさんの講演会を初めて聞いた6年前。 心が動きました。そして心が動いたので行動しました。手を挙げたんです。カモさんの講演会を地元仙台でやらせてくださいと。もしも6年前に手を挙げなかったらカモさんとのご縁は生まれなかった。もしも6年前にカモさんが仙台に来てくれなかったら、そして6年前の講演会に誰も来てくださらなかったら、今日の講演会はなかったんです。 全てはコミュニケーションが生み出したんです。コミュニケーションは誰も傷つけない武器だ。だから僕はこれからもコミュニケーションという武器を使い仙台の皆さんをつないでいきます。本日は本当にありがとうございました。例えばこんな風にスピーチをすると今日の講演会のテーマが コミュニケーション大全の出版記念講演会だった場合、めちゃくちゃ参加者の人が持って帰りやすいスピーチに変わります。でも、よく内容分析すると、これ一番最初のカモさんに6年前に出会って、 講演会の主催をしようと思って、6年前に一度仙台に来てくださったお客様がいて、今回このようなイベントができて、今後も頑張りたいって、全く同じこと言ってるんですよ。個人的なエピソードを語ってるんですよ、今回も。たった一人の体験が深く刺さるの法則使ってるんですよ。ただ、もう一つだけ技術を使っていて、個人的な話を全員に関係のある話に変換する技術。 パッケージ力も使っているんですね。だから、深く刺さるし、全員が持って帰れるという、まあ、一見矛盾していることを実現することができます。これは、技術です。あり方は変わってません。最初の話し方も2回目の話し方もあり方一緒なんです。この人の人間性は同じです。でも、技術があると、 他の人に持って帰ってもらうことができるプレゼントを生み出せる人になるんです。どうです技術ってすごいでしょそうなんですよ。技術が人を支えるんです。凡人の場合は、持って生まれたズバ抜けた才能がある人はどうぞ技術を無視してあり方で勝負してくださって結構です。もう叶いません。あなた方には。でも、凡人はやっぱり技術がないと自分を支えられないです。でも逆に言えば、 技術を学べば、もともと持って生まれた才能がそんなに人よりもズバ抜けてなくても、人に何かを与えられる側に回れます。それってすごいことだと僕は思うんですよ。もう僕がね、技術を学ばなかったら今講演家なんかできてないです。イベントなんかできてないです。オンラインサロンもできてないです。講座なんか開けてません。だけど、技術が僕を支えてくれているから、講座やセミナーや、 講演会やイベントそう与える側に回れてるんです。そのおかげで本当にたくさんの人に出会えてます。僕はね、死ぬ瞬間にで浮かび上がってくるサムネイルの枚数と、そのサムネイルの美しさ、ぶっちぎり世界史の自信があります。 僕はまだまだできないこともいっぱいあるし、いっぱい失敗もしてるし、たまには人を傷つけることもやってるかもしれない。人間性は完璧じゃない。あり方は完璧じゃないです。だけど、死ぬ時にむちゃくちゃたくさんの思い出と、美しい思い出いっぱい持ってます。それはなんでか、技術があって与える側に回れたからだと思ってます。まあそれぐらい、技術は、凡人を支えます。凡人の人生をものすごい彩りのあるものに変えてくれます。それが、 技術。ぜひこの技術を手に入れてほしいと思ってえ、今日はスピーチを題材にね、お伝えさせていただきました。えー、これからも学べば人生の彩りは変わるということを、あの手、この手、その手、あの手で伝えていこうと、あの手に書いたな、えー、伝えていこうと思っております。それでは、今日という一日が皆さんにとって最高の一日になりますように、せーの、いいねー